広島市によりますとことし4月1日時点で広島市内の保育園などに入園したのは前の年より174人多い2万7278人で待機児童ゼロは1995年度の調査開始以来初めてです。 国の定める待機児童とは入園を希望していて他に入園可能な保育園などがあっても特定の園を希望するといった理由により入園していない場合を除いた児童のことです広島市では2014年度にピークとなる447人に達していましたが2016年度以降は減少が続いていました 広島市は保育士の安定的な確保に向けた就職支援や現場の負担軽減及び処遇改善のほか保護者のニーズを把握するなど引き続き待機児童ゼロを目指すとしています。